警察。ね、何ぼさっとしてんだよ。おお、こういう時の110番じゃねえすか。こういう時肝座ってんな感じ。さすがだな。そうだな。おう、花村。まあ陽介も結構ショックだよな。うん、好きだった人殺されてんもんな。で、実験のロ…じ…え、冒険は終わった。実績のロックを解除しました。嬉しそうだったね、あたしさん。まあ、これで本当に終わりなの、これ。役目も終わりってことかな。いや、違うでしょ。けどさ、うん、目立ちたいだけなんてあんまりだよ。あ、いや、意味があればいいってことじゃなくて。まあまあそうだけどな。まあまあ言いたいことはわかる。わかってるよ、心配すんな。終わったね、全部。あとは警察に任せよ。どうなんのこれ。これでクマの世界も平和クマね。そうクマが、そうクマ。うん、よかったね。ほんと、いろんなことあったけど。ああ。逆なんとかね。あったか。だから、どこまで粘着なの。え、あ、逆なん。逆なん。いいの知らなくて。カンジ君もサウナのこと忘れてほしいです。う、そら。なんかずるい。私もみんなの見たかった。あ、まあ後の人の方が不利だよな、こういうの。最初の方のメンバー全部見てるからな。うん、そっか、俺らだけか、全員分見たの。そうだな。うん、ねえ、花村のってどんなんだった？どんなんだった？そろそろ時効でしょ。教えてよ。どんなんだったっけ？どんなんだったっけ？まあ好きだった子に実はうざがられてたっていう話でショックっていう、そんなんだったっけ？同じようなものだよ。まあいいじゃん。で、そういえばお前の時何もなかったんだよな。そうですね。へえ、本当かな。やっぱり先輩は特別な人。まあ一人だけペルソナ特化引っかいできてるからな。うん、特別だよな。さすが先生。最初に生み出したジライア先生なんかいつの間にかもういなかったもんな。うん、けどリーダーって呼ぶの考えてみりゃしまいなんすかね。いいよ、呼んでも、いつでも呼んでもいいよ。なんかちょっと寂しいね。てかリーダーって呼ばれてたの？ん？ねえ、打ち上げしよう。打ち上げ。ドラマの撮影とかだと必ずやるよ。まあ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 。楽しいし。まあまあまあ、そうだね。実感できると思う。乾杯か。ああ、打ち上げね。いいかも。いっちょパーっとやっとく？はいはいはい。クマ、ユキちゃんのうち行きたい。ああ、まあ確かに一番最適ではあるか。宴会お差し。宴会できるもんな。芸者不祥も。芸者。そっか、先輩んち温泉旅館。まあ一番広い場所を提供できそうだもんな。あ、天城先輩も入ってる。温泉。天城先輩も入ってる。口に出すなって、変態っぽいから。いつも陽介の役だなそれ。あ、楽しそうだけど、今日はちょっと無理かな。ほう。あー、夏休みでシーズン中だもんね。お部屋いっぱいか。人気なんだな。うん、まあ、この町ジュネスとユキコ旅館しかなさそうだもんな。うん、今度ね、約束。おお、優しいクマ。じゃあさ、代わりにお前んちとかどうよ。え、僕んちですか。僕んちはあの彩音ちゃんしか入れないことにしてるんですけど、ちょっと。あ、でもおじさんに何の打ち上げって聞かれたらやりづらいから。何の打ち上げ。そうだよな、デカがいるからな、うちに。問題ない。よし、よしこい。七子がいるけどいい。七子はもうみんな全然認めてくれるでしょ。友達でしょ。よしこい。よしこい。どんどこい。行っちゃいます。なんでリセだけ上がった今。そっか。なんでリセだけ好感度上がった。刑事さんなら今日とか帰れないかもね。あ、そうだよ。帰ってこないよ。七子ちゃん、お腹空かせてないかな。そうだよ。みんなで七子ちゃんと遊んでよ。うん。じゃあ。
みんなで何か作るのはどう？あ、君は作んなくていいから僕が作るからやめてください。はい。へえ、先輩たちお料理得意なの？逆です。はい。まあやめろ。なんでそこでだから見栄を張るんだお前は。素直に認めなさい。何を言っているんだこの人たちは。本当ですよ。何を言ってるんだこの人たちは。林間学校の時の記憶をどこへ置いてきたんだよ。もう完全にトラウマになってる。 あの時はたまたまだって言ったでしょ。たまたまであんなもんできてたまるか。そうだよ、材料を少し間違っただけ。材料どころじゃなかったな。隠し味とかいろんなもん入れてたよなお前ら。頼むよやめろって。これ以上心に傷を負わせないでくれ。まあ普通にピザとか頼んだ方がいいと思うぞ、うん、ねえ私も料理得意だよ。怪しい。もうなんか誰も信じられない。先輩に作ってあげたいな。もう誰も信じられない。じゃじゃーん、クマいいこと思いつきました。何ですか？料理対決で。やめろ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 。余計なこと言うんじゃないお前は。お前余計なこと言うんじゃない。つか料理対決だ。ますます嫌な予感すんな。お嫌な予感しかしないわ。お面白そうじゃん。でやめろって、やめろって、私が勝っちゃうけど。イベントの絵的にそれでいいの？まあ勝てる、本当に勝てるならそれでいいけどさ。頼む、お前も作れ。ああ、まあそうだな。お前に一筋の希望を感じる。まあ確かにな、こん中じゃ普通に一番できそうだもんな。じゃあ君が男子代表。男子代表。奈々子ちゃんが審査員ってことで。やめろ、奈々子にトラウマを植え付けるな。やめろ。俺も味見役ならできるぜ。あ、味見役か。漢字もできそうって今言おうとしたのに。漢字裁縫はできるけど料理はダメか。大変お衣装ございましたって言うんでしょ。言えるかな本当に。それがまあ本当に言えるんだなそれ。覚悟しとく。燃えてきたぜ。あーダメだこれは。あーこれはダメだ。よし早速下の食品売り場へ出発じゃー。あーダメだこれは。いかん流れだ。料理対決に関して奈々子に電話をしておくことにした。奈々子ちゃん今頃ウキウキだろうな。はい、どうしまです。うん、あ、お兄ちゃん。おう、今から、うん、今日も遅いって。おう、今から6人、5人か連れて帰るから。ご飯？お兄ちゃんたちが？でも奈々子ちゃんに作ってもらうのが一番成功だと思う。奈々子ちゃんに何が食べたいか聞いて。あ、それで決めるんだメニュー。食べたいもの？カレー？何でもいい。何でも食べられる子。とてもいい子。遠慮してるんだよ。もっと聞いてみて。そんなに突っ込むの？オムライス。オムライス、なるほど。オムライスがいい。オムライスできんのか君ら。うん、じゃあ待ってる。オムライスってあれか、ケチャップでご飯炒めて卵で包むって感じか。まあ、材料的には楽だよな。オムライスね、いいチョイスだ奈々子ちゃん。まあ人参とか刻んで入れたりとかはするかもしれんが、さすがにそんくらい無難なら食べられない物体にはならなそうだ。まあ変な調味料は入れないよな。うん、ケチャップさえあればいけるよな。あれどうした。なんでみんな固まってんの。別に。なんでみんな固まってんの。じゃあ食材取ってくるから。食材行ったってさ、なんでみんなバラバラに動くの。普通行くとこ一緒になると思うけど。全員オムライスなの。まず別々の売り場へ。そうだよね、さすがに気づくよね。おかしいよね。お前に全力で協力しないとな。あの漢字の後ろに人参あるけど、そこには誰も行かなかったけど。欲しい材料取ってきてやるよ。行ってみ。どんなオムライスにしようか。いや、ノーマルでいいでしょ。定番、これぞ定番、ケチャップ系、和洋の出会い、醤油系、ハーブたっぷり、プロバンス系、気高い方向、地中海風、いや、定番でいいです。あの、奈々子ちゃんに食べさすこと考えて、みんな。うん。シンプルイズベストだよ。なんでお前もそっち行くんだよ。人参と米があればいいから。あとせいぜいグリーンピースとかそんぐらい。あ、でも一応カゴの中にケチャップ入ってんな。まああと鶏肉か。うん、大丈夫か。あのカゴの中なんだ。フォアグラ。なんでフォアグラ。さすが
見逃さないね、先輩。あ、これリセも、リセもダメなパターンだ、これ。スペシャルなオムライスって言ったら。あ、これリセもダメなパターンだ。先輩たちにも食べさせてあげる。あ、やめてください。そうだ、あーしてあげちゃおうかな。あ、絶対トラウマになるんでやめてください。前に先輩たち、とても言葉では表せないように、あ、それは聞いてたんだ。食べさせられたって聞いたから。本当に？これすごくできるかすごくできないかの二択だろう、これ。あれはひどかった。ひどかった。かわいそうに。一体誰がそんなひどいものを、ね。あの大谷さんの方がまともなもん作ってたもんな。藤川さん。調子に乗ってられんのも今のうちですことよ。なんだその喋り方は。一撃で仕留める。仕留めるな。仕留めんな。おーおー、早速セメント前みたいな空気になってるっすね。セメント？ちょっと、それお酒。は？あ、やべ。やべじゃないよ。あれ、そういえばクマくんは？ねえねえ、お姉さん。ん？これ食べていいものなの？何してんのお前。まあいいのよ。好きなだけ食べちゃって。今の世の中こういうのなくなったよな、試食とかそういうの。もはや懐かしいわ。衣も焼けたよね。こっちも焼けたわよ。いやダメだろ。あら、もっと食べたいの？いやダメだろ。こっちの商品も開けちゃおうかしら。ダメだろ。何してんの？姉さん、美人だね。お前何言ってんの？うまー、ダメよ。私息子もいるんだから。何この状況。食べてみたいんだ、このお肉。お姉さんに焼いてほしいんだ。甘え上手か。怒られちゃうわ。無理だって。無理だって。あいつ、死ねっぞ。何してんだ。あいつはたくましく生きていけそうだな。でどうなんの。あ、ちゃんと、うん、人参とピーマンと玉ねぎ。本当だ、打ち上げすると実感するやん。あ、クマとナノコ。すごくレアなツーショット。事件ついに終わったんだ。大丈夫？ナノコの前で事件とか言っちゃって。あ、みんなと会えなくなるとか思ってんのかな、クマ。ねえねえ、すごいよね、本物のリセちゃんだよ。そうか、そうだな、確かにそうだな。クマ、そろそろあっちに帰らないといけない。帰る必要あんの？帰んなきゃダメなの？どこかに帰っちゃうの？帰っちゃうの？うん、もう約束が済んだからね。いや、別にいいんじゃないの？うん、誰も気にしてないと思うけど。約束か。そのまま陽介の家の居候でいいんじゃないの。仕事はあるしな。うん、じゃあ七子と約束したら帰らなくていいの。七子ちゃん機転が利く。すさまじく機転が利く子。七ちゃんと約束。七子、遊んでもらう約束。すごいなこの子。ダメ。何気に一人救ったぞ。無邪気に一人救ったぞ。先生たちに約束を果たしてもらったよね。ああ、まあそうだな。だからもうあっちに帰らなきゃ。いや、そんな必要ないけどな。約束なんか忘れてた。ぶっちゃけそうだな。ぶっちゃけそうだな。約束なんか忘れてましたけど。でも約束は約束だし、破ったら良くないし。ああ、そういうとこ真面目なんだな。クマがいないと寂しい。ナノコとの約束は。クマ、行くな。行くな。先生、ナナちゃんと約束、遊ぶ約束確かにした。おうよ。クマ、帰らなくて本当にいいのかな。いいって言ってるだろ。クマの方からじゃなくて、うん、ナナちゃんの方から約束、とってもとっても嬉しい。おお、クマの心わしづかみにしたナナコちゃん。ありがとう。おお、クマは目を潤ませている。コミュここでコミュ上がるってことはもう完全に続きあるってことじゃん。もうバレバレじゃん、続きあんの。欲しい。
なんか強くなった。リカーム。何？味方一体戦闘不能状態でヒットポイント50でかかる。おーザオラル。そんなの入れとくしかないじゃん。もう完全に回復係だなこの子も。ヨスケ。クマ、新しい約束ができたから。もう少しジュネスでお世話になりたい。お願いできますか、お代官。なんだよお代官って。君はどっから言葉を覚えてるんだ。はあ、バッカだな。当たり前だろ。ジュネス寛大。勝手に職場放棄すんな。職場放棄。お前がいなくなったら。できたー。はい、邪魔邪魔先輩。お？まいって。お？どうなん、どんな感じ？見た目どんな感じ？あ、見た目普通。なんか一個すごく辛そうなのあるけど。まあ待て、いきなりナナコちゃんに食べてもらうってのはそのいかがなもんかな。そうだな、うん、トラウマになるぞ。こっちみんな、こっちみんな。ああ、毒味役ってことっすか。毒味。毒味ってひどい。まあ、リセもまだちょっとまだ実績はないからな、うん、じゃあ私のはまず花村先輩食べてみて。絶対美味しいんだから。おお、いい役もらったじゃん。俺が一番でいいのか。いや実は何気に期待してんだよ。大丈夫か。そうじゃなくたってリセッチ手作りの料理食べるとか普通絶対ない体験だろ。ほう、じゃあ大丈夫か。いただきます。アイドルの料理対決とかって結構あの悲惨なの見たことあるぞ。割と悲惨なの見たことあるぞ。お、あ、ダメなやつだこれ。ダメなやつだ これは。ナナコちゃんにはやれないな。なんかすごく泣きそう。泣きそうな声出してる。やった、美味しくて独り占め宣言。うわ、前向き。とりあえず食べてみようか。いいの？あ、その赤いのがそうだったんだ。辛い。あ、やっぱ辛いんだ。辛さと熱さで溶岩のようだ。フォアグラらしい食感など全く見当たらない。辛さで全て台無しにしてしまったやつか。だんだん鉄のような味がしてきた。なぜだろう。口の中で鈍痛がする。これ血出してないか。これはナナコにあげられない。はてなってなんだ。じゃあ次私のね。味見はんじゃ俺っすね。いいのかお前。おい、そんな無防備に。無防備に言った。はてな。お、いける。ひょっとして旅館での修行が。ちょっと何か言ってよ。旅館での修行が成果出した。いや、そのなんつんだ。何？味がないとかそういうの。不毛な味。不毛な味。不毛な味。なんだ、どういうことだ。想像がつかん。不毛。不毛。不毛って味に使わないでしょ、うん。味に使わないよな。味がしないとかならわかるけど。不毛。美味しいの。どうなの。でも3回食べたよな今。何？あ、食べた。危険物ではない。危険物。本当にもうトラウマになってんな。特別な味は何も感じない。いや味を、あ、やっぱり味ないんだ。いや味を全く感じない。素材の味さえもない。え、卵とかチキンとかそういう味ないの。どうなっているのだろうか。美味しくはないっすね、うん、なんかこうオフを生でかじったみたいな。オフ。すごい表現だ。こんだけいろいろ入ってて全く味がしねえって。すごいな。ある意味才能じゃねえすか。無か。無なのか。繊細な味がわからないだけよ。だから味見しろってお前ら。なんで味見しないんだよ。あ、ナナコちゃん言った。おいしいよ。ナナコ。ナナコ。ナナコ気使っている。ナナコちゃん。あ、でも次は私の子供の方がなんか味ってなんか、うん、なんか繊細っていう話を聞くよね、うん、緊張するな。けどだからピーマンの苦いのとかがすごく苦く感じるから嫌いな子が多いって話を聞いたことがあるけど、うん、味に敏感なんだよね子供って。いける。はい、どんな。お、二口いった。どう？あ、三口いった。
これボタン押さなきゃずっと食べてんじゃないの。ずっと食べてるやつだ。うわ、まずい。ストレート、ストレートな感想ありがとうございます。うん、陽介たちも食べるクマよ、ほれ。え、お前まずいって言葉分かってる？意味知ってる？自分でまずいっつっといたお前。どうなん？ああ、なるほど。え？え、でも進歩はしてるよね、食べられるレベルになってるってことは。普通にまずい。なるほどね。いやほら、でもさ、前のカレーに比べたら格段の進歩じゃん。そう、そこ大事だよね。そうだよね、食べられるもん、二人の。前回食べられなかったもんね。普通にまずいってのが一番きついから。しかも慰められた。だからなんで味見をしないんだ。女の子じゃ言った、美味しいよ、カレーもさすがに美味しいよ。なんか今声震えてなかった？あ、美味しいよ。今ちょっと声震えてたよね。なんていい子な。お、いい子言った。もう本当だ、本当だ、本当だ。普通にまずい、これ。ゆき子笑ってる。うわぁ、ゆき子の好感度ちょっと下がったぞ今。じゃあリセちゃんの食べてみなよ、絶対私のが美味しいんだから。いや、ったかっていうか、お前もゆき子の食べてみる、無だから。辛い。うわ倒れた。あ、なるほど、僕と陽介はあの体勢がついてたから今回倒れなかったのかな。一撃だ、一撃で、あ、一撃で仕留めるって言ってたよな、確かジュネスで。ま、仕留められた。天城や里中のもうまくはなかったけどさ、ぶっ倒れはしないかな。リセちゃん、子供にはわからない味なんだもん、大人の味なんだもん。いや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 、先輩たちがお子様なんだもん。私だ、自分で食べてみろって。自分の食べてみろって。おい、ガチ泣きすんなって。え、奈々子ちゃん、奈々子ちゃん、それはダメだ、それだけはダメだ。ん、え、どうすんだ。辛いけど美味しいよ。すごいな、奈々子ちゃん。奈々子ちゃん、奈々子ちゃんすごいな、ね、そうだよね。奈々子ちゃんが一番大人、ある意味大人だな。うん、ある意味大人だよ、ナノコちゃん。うわ、嘘泣ききた。そういや、先輩も作ってたっすよね。おう、食べてみろ、食べてみろ。お兄ちゃんの、いただきます。ナノコの反応気になるな。どうなんの、味見しなくてよかったの。うん、おいしいよ。もうなんかわかんない。もうナノコのおいしいよはわかんない。なかなかの出来だったようで、おいしそうに食べてくれてる。あ、でも、でも、一番食べてるな。ナナコは全部食べてくれた。え、みんなのはどうなったの、どうしたの。ナナコちゃん、お腹いっぱいになった？大丈夫か。俺らは減ってるけどな。な、結局僕が作ったのをナナコちゃんにあげた感じかな。なら食べる？台所に残ってるよ、普通にまずいのが。普通にまずいのと味がないやつ。いや、味がないやつは今からでもなんか塩かなんかかければいけるんじゃない？うん、ところでさ、提案があるんだけど。お、なんだ。今度お祭りあるだろ、祭り商店街のさ、うん、あれみんなで行かないか。ああ、普通に、普通に高校生っぽい活動になった。普通に青春してる。ああ、無法、無法。ひょっとして浴衣くまか。まあ水着の次はそうだな、浴衣だな、うん、夏の定番だな、うん、お祭り行こうぜ、七子。ななこちゃんも一緒にさ。おう、一緒にいいの。行こうよ、ななこに思い出作ってやろうぜ。もちろん。本当？ふわー、よっしゃー、決まりだ、喜んだ。出店で買うと大したもんじゃなくてもうまいんすよね。また、まあまあ、わかるわかるけど、大人になった今、子供なもんにありつけそうだね、衛生面を気にしてしまう。寂しい大人になってしまったよ。なんか今3人へこんでたけど、商店街のモスにみんなで行く約束をした。犯人は無事に捕まえた、あとは警察の捜査を見守ろう。お祭りは8月20日だ。
頭に入れておくことにした。あのセーブさせてください。セーブさせてください。もうボス戦から、あー保存させてくれた、よかった、助かる。じゃあご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、ごきげんよう、チャオ。いや長かった、でもめでたしめでたしではなさそうだが、どうだ。